まずは色のついた面を内側にして折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて下側を上に向けてだいたい 2.5 センチくらい、だいたいでいいです。折ります。そして真ん中から少し外側をスタートにして、この角の部分までこのようにめくります。反対側も少し外側から角まで斜めにめくっております。次にこの先っぽの先端を反対側に折り返します。反対側も同じように折ります。上の角を下に向けて2センチくらい折ります。それをすぐに上に折り返します。表にして、これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。端から顔の内側の線を描いていきます。その中にまん丸の目を描きます。左右の位置とバランスに注意して描きます。その内側に黒目を描きます。黒目の端に光を描いて、下側に口を描きます。口の中に歯を描きます。耳の内側の色の薄い部分の線を引きます。これに色を塗っていきます。紫のマーカーで顔の上側の白い部分をすべて塗りつぶします。余分な場所を塗らないように注意しながら塗ります。黒目の中を縁取りして塗りつぶします。細いペンで残りの線をすべてなぞります。
プロ目の大きさを修正して、これでエイパムの完成です。